結婚3年目の主婦だ。こっちはコウジ母ヒサメ。今はコウジの実家にお邪魔している。あー、ソラちゃん来てたんだ。あ、クロハさんお邪魔してます。彼女はコウジの姉クロハ。旅行のお土産持ってきたんです。クロハさんもどうですか、カッパまんじゅう。はあ、カッパまんじゅう、どうせならもっといいもの買ってきてよね。ほんとセンスないんだから。まあクロハ、そんな本当のこと言っちゃダメよ。すみません、キュウリの食感美味しいのに。ご覧の通り私たちの関係はうまくいっていない。それというのも、そもそもこの二人は私たちの結婚に反対していたのだ。コウジと結婚の挨拶に伺った時。はあ、コウジが結婚、姉である私より先に。弟が姉より先に結婚するなんて世間体が悪いでしょ。クロハが結婚するまで待ちなさい。え、姉ちゃん結婚する予定あるの？知らなかった。ないわよ、悪かったわね。ひえ、地雷踏んだ。待ってよ二人とも、ソラは昔からおじいちゃん子で、おじいさんはソラの花嫁姿を見るのをずっと楽しみにしているそうなんだ。でももう高齢で長くないだろうって言われてて、だからおじいさんが式に参加できる今のうちに式を挙げたいんだよ。頼むから俺たちの結婚を認めてください。よその死にかけじじいの望みなんて知らないわよ。とにかくダメったらダメ。そんななんてこと言うんだよ。この調子で結婚に賛成してもらえなかったのだ。ごめんねソラ、でも俺はソラと結婚したいし、ソラとおじいさんの願いを叶えたい。誰が何と言おうと構わないよ、二人で結婚しよう。コウジ、こうしてコウジの家族に反対されたまま私たちは結婚を強行したのだ。結婚できたのは嬉しいし後悔してないけど、お母さんとお姉さんとはギクシャクしたまま。はぁ、あちぃ。そんなある日、そして太陽となる。え、姉ちゃんが結婚？そうよ、式は3ヶ月後だから準備しておいてよね。おめでとうございます。そうそう、ソラさん、お相手のゲンさんの親族は着物で参列する方が多いらしいのよ。うちも和装の人がいた方が見栄えがいいじゃない。だからあなたも留め袖で出席してほしいの。着付けは式場の方に頼むから持参して会場で着付けてもらえばいいわ。はい、わかりました。早速実家の母に連絡を取り留め袖を借りることに。そして3ヶ月後の式当日。いい天気になってよかったね。兄弟の結婚式ってなんか緊張するな。自分の時も緊張したけど。じゃあ着付けの受付しないと。そうだね。すみません、着付けの予約をしているソラと言いますが。はい、ソラ様ですね。ご確認しますのでお待ちください。こら、うん、本日ソラ様のご予約はいただいておりませんが。そんな、クロハさん予約忘れちゃったのかな。今からでも予約ってできますか。すみません、本日は式が多くてもう枠がいっぱいで。そんな、とにかくクロハに確認してみよう。うん、あのクロハさん、お忙しいところごめんなさい。うん、やだソラ、何その服、普段着じゃない。まさかそんなラフな服装で参列するつもりなの。ないやだわ、ドレスが用意できなかったのかしら。それとも琴音に対する嫌がらせ。違う。何言ってんだよ、そんなわけないだろ。姉ちゃんが着物で出席しろって着付けの予約もしておくって言ったのに、予約がされてなかったから確認に来たんだよ。私そんなこと言った覚えないわよ。そうよ、あんたたちの勘違いじゃないの。このコウジ、もういいよ行こう。ソラ、そらごめん、どうしようか。着替えると思って普通の服装できちゃったし、他にドレスも用意してないし、これじゃ式には出られないから私は帰るよ。なら俺も帰るよ。わざと着付けの予約を入れないなんて、そんな底意地の悪い姉の結婚なんて祝いたくない。それはダメだよコウジ、兄弟が出席しないなんて変に思われちゃう。コウジは出てあげて。でも席次には名前が載ってるのに弟嫁が出席してないってなったら、そらが式をドタキャンした非常識な嫁って勘違いされるかもしれない。てかそれが母さんと姉ちゃんの狙いだろうな。あの、突然ごめんなさいね。今の話聞こえちゃったのよ。もしかして着付けの予約が取れてなくて困ってるのかしら。あ、はい、そうですが。もしよかったら私が着付けてあげましょうか。こう見えても着付けの資格持ってるのよ。いいんですか。ぜひ、ぜひお願いします。ありがとうございます。地獄に仏とはまさにこのこと。空いている控室を使わせてもらい、突如現れた仏に着付けしてもらい、事なきを得た。すごい、こんな短時間でこんなに素敵に。お役に立ててよかったわ。あの、きちんとお礼したいのでお名前とご連絡先を。あら、いいのよ、気にしないで。お礼なんて必要ないわ。代わりに有意義な情報をいただいたもの。はい、あ、いらっしゃった。新郎のお母様、親戚ご挨拶のお時間ですので、そろそろご移動お願いします。はい、ではまたね。あ、は
はい、今の仏様、お姉さんと旦那さんのお母さんみたいだな。そして私たちも親戚挨拶の前。ちょっと何よソラ、なんで着物着てるの？まさか自分で着付けたの？これは何その着付け、かっこ悪いわね。素人着付けじゃない。そんな着方で私の試験に出る気？そうまでして恥かかせたいわけ？本当に意地の悪い嫁だこと。そんな月明け場の着付けでお茶を濁すつもりなの？私の目はごまかせないわよ。違います、これは。あら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 、私の着付けそんなに不作法でした？私の？ごめんなさいね、素人着付けで。これでも一応師範代なんですけどね。どこがおかしかったのか教えてくださいますか？お母さん、くるみさん、もしかしてこれお母さんが着付けをなさられたのでしょうか？そうよ、敬語変になってるわよ。着付けの予約がされてなかったって困っていたから、差し出がましいようだけど私が着付けてあげたの。どこがカッコ悪いのか教えてくださるかしら、お二人さん。その今のはなんというか、我が家流のジョークというか、身内乗りといいますか、その本気ではなくてですね。失礼しました。どれしと着物でその機動力。黒羽さん、私の前では随分猫かぶってるなと思ってたんだけど、やっぱり本性はなかなかいい性格してるみたいね。爪が甘くて可愛らしいこと。うちの嫁としてよそ様にご迷惑をおかけすることがないように、これからみっちり鍛え直してあげないとだわ。ああ、これはこれは。そして滞りなく素敵な式が挙げられたが、あれだ。黒羽はずっと引きずった笑顔をしていた。その後、10mケーキ、味は10mキュン。またね。あの件が縁となり、私はくるみさんが講師を務める着付け教室に通うように。こんにちは、今日もよろしくお願いします。ソラさん、こんにちは。あ、そうそう、今度隣町で着物市があるんだけど一緒にどう？たまにアンティークの掘り出し物があるのよ。行きたいです、楽しみ。くるみさんと親しくなったせいか、クロハとギボからのいびりはなくなった。それどころか。ねえソラちゃん、くるみお母様ってどんなものが好きとか知ってる？最近ハマってるものとかあるかしら？私に姑情報を探ってくるように。クロハさん、くるみさんに直接聞いてみたらいいのでは？くるみさんも喜ぶと思いますよ。そう、それができたら苦労しないの。あんなに優しい人なのに何が怖いんだろう。クロハのその後はどうなるかしらね。モナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。